ゲームの紹介、いろんな新作ゲームを紹介するイベントがあって、はいはい、それキャララっていうイベントで、はい、仙台と東京、名古屋、はい、大阪4都市回らせてもらって全部に、うん、すごいすごい。この前はい、仙台初めて行ってね、はいはい、うん、で仙台でさ、はい、牛タンがクソうまくてまあ有名ですよね、うん、食べたことある牛タン、まあ、牛タンはありますけど、でも仙台のあの焼肉屋さんのピョロンってしたやつじゃなくてね、ちょっとペランってなってる、うん、薄いハムじゃないね、そうハムハムぐらいの薄さじゃないね、確かにね、生ハムっぽいけどね、そんなふざけた薄さじゃないね、うん、本気やからな、向こう、ちょっと待って、何センチですか、あのかまぼこぐらい、かまぼこ、かまぼこもない、ちくわぐらい、ちくわ、おせちのかまぼこぐらい、あ、そう、おせちのかまぼこぐらいそう、おせちのかまぼこぐらいの鳥類のないから消しゴム、なんだろうね、黄色いやつ、消しゴムぐらいです、消しゴム、あんまり美味しそうな例えじゃないわね、1センチないぐらいかな、そうあんな感じです、すげえバチ、そう、本気でやってくるやつらは、ね、本気ですか、うち、ん、らのことをもうなんかコテンパンにしようと、そう太らせようとやってくる、そうやってくる、ベロ攻めで食べたな、美味しかった、すごい、そう、有名なとこなんですか、実はなんか有名なとこらしいねんけど、ちょっと店名は、あ、本当に残念、残念ながら忘れてたね、残念、あと初めて出たっけ、なんとかスープやな、テールスープ、テールスープ定食やったんで、うん、いっぱいついてきたんですね、麦飯と、うん、そのタンたちと、はい、テールスープがセットやねんけど、はい、テールスープを初めて見たゆい様は、はい、その仙台から帰ってきて、はい、1週間後ぐらいにテールの意味を知って、はい、テールって何か知ってるお前これじゃないですか、ここから生えていたりするものがそうそう、あるやつで知ってんの、だってポニーテールっていうやろ、そうそうそう、ポニーテール、あ、ポニーテール知らない顔してる、ポニーっていう動物知ってます、ポニーポニーは分かる、うまい、そうですね、馬の一種ですね、ちっちゃい馬、はい、あおー、それか、ポニーテール皆さん、祝ってください、新しいことを一つ覚えてくれました、あれか、馬の尻尾っていう意味か、そうやそうみたいな、そうですか、あ、おすごいな、ちょっと脱線して、なんか小学校の時ぐらいから私は知ってたんですけど、お金、ね、知らないの、あ、もうよかった、生きててよかった、うん、今日記念日です、日本語どころか英語ちょっとコミテラ知らんかった、そう、尻尾っていう、まあ、これでもう意味だよ ねもう大丈夫、そうですね、だってビッグだったらバンズって言うもんね、あれ、あれ、それもコスプレイヤーだから私そういうのを知らないと思う、まあいいや、次行きましょうか、はい、はいというわけで、そうそう、先ほどもちょっとチロって言ったんですけど、コスプレイヤーでもあるんですよ、まあこちらもね、ウィッグで衣装で全部手作りで、いやいや、地毛ですよ、地毛、あ、そっか、地毛なんだ、眉毛は、ちょっと立っていただいていいですか衣装の紹介をこちらで、はい、ありがとうございます。これがね、ライブ会場でぐるぐるぐるって回るのね、すごい綺麗にたなびいてね、すごい綺麗なんですよ、はい、はい、はい、ありがとうございます、ゆみのね、うん、デザインから全部自分たちで、はい、制作期間どれぐらいかかったんですか、これは2週間ぐらいですかね、2週間、うん、ミシンと格闘して材料を選ぶところから、そうなんです、大変だった、あ、でもこの綺麗、うん、中国で買うてきたんですけど、あ、そうなんですか、そう、めっちゃ安かったですよ、へー、メーターメーター、メーター、普通日本やと、うん、ベロアって言ったら1000円くらいするますよ、そうそうそう、安い生地でも上等なやつは、まあ、3桁じゃん、はい、安いので380円とか、ちょっとベロアだとちょっと700円くらいかな、別にはないけど、うん、そうそうそう、無地のやつとかでもあるじゃん、メーター60円やつ、わー安い、ちょっと金ボタンとかも200個ぐらいわーって入ったのが100円とかで売ってる、中国行ってきます、そう、材料をね揃えるのにすごくいい、いいですね、じゃあツアー最中にそれを見て、そうそうそう、もうドヤ買いして、撮影用のバッサーってでっかい羽、はい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 、白黒両方買った、え、なんですか、そんなのあるんですか、私それ500円で売ってて、ちょっと待って待って待って、1000円だよ、1000円だ、羽欲しい、羽欲しい、あれすごい大きくて、え、いいな、スーツケースにも入んなかったから機内持ち込みです、羽をね、え、いいな、一緒に中国行こうか、あ、はい、ぜひお願いします、ちょっとその辺小道具で本当欲しいんです、ちょっと後でいろいろ、後で、後で個人的に話をよろしくお願いいたしますというわけで、そんな感じで4公演されてますけれども、うん、実はこの前ね、CD を出したっていうことで、ただその前に、私ね、ゆみのさんのね、紹介はしたけど、どんな感じの曲を歌ってはるかとか全
紹介してないんです実は。おお。でここにですね、ちょっともう綺麗にまとめたこのチラシの裏なんですけれども、綺麗にまとまってる文章あるのでここ読ませていただきます。お、便利。はい。男性でも女性でもない無性な二人、ゆい、みのりからなる、中性ビジュアルユニット、中性なんですね。お、はい。トランスメタルで独自の世界を表現したどこか切ないメロディ、儚く鋭い歌詞は現代の若者の心を掴んで離さない。アメリカ、フランス、中国、韓国でもライブ、メディア出演を行い活動の地を広げているということで、ええこと書いてあるね。あ、ちょ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 、ありがとうございました。この場で書いてないんですけど、はい、あの自分でまとめようかなって思ってたけど、これうまかったです。素晴らしい。活用させていただきます。どっかからお相手出たあのしがない2人です。謎の人たちです。謎の人、まあ無性ですからね、うん、それからギューンって降ってきたりしません？ギューンってなんかどっかのアニメみたいな、ポンみたいな感じです。ポンってお花から生まれたり、あ、かわいい。あ、その設定にしようか。おっとー、おはようか。おっとー、そんなユミノが出した CD なんですけれども、はい、そうなんですよ、こちらです、こちらです。じゃん。9月19日に、はい、光ってるかな。ちょっとこちらを立てていただくといいかな。はい、こうか、ね、はい、こうか、はい、よし、ちょっと光ってる、よし、どういか、はい、9月19日に発売いたしましたリプレイという曲なんですけれども、うん、作詞はみのり、うん、作曲はかなゆいでやっております。でこの CD ジャケットが、みのりが担当いたしまして、はい、で今回は CD とセットで、プロモーションビデオっていうんですか、うん、PV の DVD もセットでつけまして、そう、1000円で1000円で、今テレホショッピングみたいな、1000円で販売いたしております。これが1000円ですか？これが1000円です。今ならついてくるみたいな。そうです。そしてですね、いつでもついてきます。あのこの CD の発売と同じ日にですね、あのリプレイという写真集も発売いたしまして、この中にはあのみのりが描いた絵とか、あとゆいが綴った詩、あとそのそれにあの廃墟の写真を混ぜて、普段はこういうことを思っているんだよとか、うん、そういう、まあ、ユミノの、ね、暗な部分も、入っておりますので、うん、ぜひお手に取ってみていただければななんて思います。この CD をかけながらこの写真集を見ていただくと、よりユミノの世界観がわかるかななんて思います。ちょっとおすすめのとこチラチラってする？あ、ちょっとおすすめの写真見せてもいい？あ、これ見せる？ヒュンヒュンってヒュンヒュン、こんな感じですってチラッと。あ、おすすめの写真がですね、あ、これおお、廃墟、はい、廃墟取りに行ってきました。いいの、いいの、はい、すごい、めちゃめちゃ巨大な廃墟で、いいの、撮影したい。これとか、あと雰囲気ですね、いいですね。おお、はい、うん、ちょっと立てていただくといいですね、こういう、はい、うんうん、はい、こういう写真を、たくさんいっぱい載せておりますので、ぜひあのセットで買っていただければなって思います。ゆいさん、みのさんの世界がね、これで余計に広がるってことですね、はい、うん、あとお買い求めできる場所は、ゆみのが出てるライブ会場か、もしくは通販も、ホームページにてやっておりますので、ゆみののサイトに詳細も載っております。はい、というわけで、はい、ゆみののサイトはゆみのと検索かけていただいても出ますけれど、はい、あれですかね、転がってるやつで、そう、あの書きかけだったの。ちょっとすいませんが、ゆいさん、ゆい様、申し訳ございません。ゆい様、ごめんいただいてよろしいですか。ゆい様を歩かせてしまって、すいません、ごめんなさい。途中から薄くなっているのは、はい、ご愛嬌、はい、ご愛嬌というわけで、こちらが宛先になっております。はい、こちらでは、こちらのリプレイのプロモーションビデオがちょっと流れる。はい、そうなんです。CM、これは行くしかない。はい、ゆいみのドットコムスラッシュで飛んでください。はい、でまあこれがね終わって11時からなんで、全然ね、あのまだ寝るまで時間あると思うんです。これを飛んでもらって、うん、見てもらってからクリックして寝る、見れる、うん、はい、というわけで、そんな実はリプレイを、うん、今日は聞かせていただけるということで、そう、しかも PV バージョンです。素晴らしい、やー、全然これカットなし、今回カットなしで、やった、これちょっと保存版ですよ、今回のは。やったー、保存してください。視聴率上がる気がするわー、やったー、ね、この PV も、はい、あのうちが作ったんで、はい、ぜひ傑作なんで見ていただければと思います。はい、ではではこのノーカットバージョンで一緒にどうぞって言ってもらっていいですか。はい、無修正ノーカットでお届けそんなこと言わないでなんかちょっと語弊がね、語弊が立つ言い方をするのが好きなんですよ。じゃあ聞いていただきましょうか。はい。